よさこい騒乱祭り、よさこい騒乱祭り、よさこい騒乱祭りとは、よさこい騒乱祭り組織委員会が主催する毎年6月上旬に、北海道札幌市で行われるイベント。北海道では、6月上旬のこの時期は、札幌雪祭りのような、北海道外からの観光客を呼び込む、大きなイベントや、観光材料が少ない一方で、本州以南では梅雨入りにあたるため、 秘書地を求め北道に来る人々がいる。6月上旬によさこい騒乱祭りを開催することにより、さらに観光客を呼び込み、観光収入が増加するなど、一定の経済効果を生んでいる。北海道大学の学生だった、長谷川武氏（現、参議院議員が、大学2年の時、母親がガムを患い、兄が医師として勤める高知県の病院へ入院した、ため、 看病のために訪れた際、本場のよさこい祭りに接しその躍動感に感動、こうした光景を北海道でも見られたら、と、1991年12月、学生仲間を募り5名でよさこい騒乱祭り実行委員会を発足させ、高知県のよさこい祭りと北海道の騒乱節を融合させたよさこい騒乱祭りとして企画、立案し、 誕生したものである。1992年6月に、町は舞台だ。日本は変わるを合言葉に、道内16大学の実行委員会150名で、第一回よさこい騒乱祭りを開催。当初は、参加10チーム、参加者1000人、3会場という規模だった。1996年に運営主体がよさこい騒乱祭り実行委員会からよさこい騒乱祭り。 普及振興会に代わり、1998年には、祭りの大規模化に伴い運営主体は、よさこい騒乱祭り組織委員会に移行したが、メインステージである、大通り西八丁目会場、飛び入り参加型ステージの和踊りリスクエア及び、大通行のパレード広場については、現在も企画、運営が、北海道大学はじめ道内の大学生による、学生実行委員会によって行われている。 その後年々参加者や観客動員数ともよさ濃い騒乱祭りの規模も成長拡大していく一方で口述するような批判などが紛失し始めている。2000年に開催期間中の大通公園内の臨時ゴミ箱から爆発物が爆発し数名の負傷者を出す事件が発生し、これを機に警備が強化された。事件発生により、 第9回をソい総乱祭りのファイナルコンテストが中止になった。参加チーム数が408チームと過去最多を記録した2001年以降、いろいろ策を講じているものの参加チーム数があまり伸びず減少傾向である。2010年は観客動員数が218万1000人と過去最高の動員を記録し、その後は200万人前後で推移している。 2011年からは一般公募により採用された進行式ロゴマークを使用している。判例。演舞する曲のすべてあるいはどこかにソーラン節のフレーズを入れた曲に合わせて、鳴子やセンス、待機などを持って踊る。チーム編成は踊りを構成する人、踊り子、楽器演奏者、旗、幕などの持ち手、道具運搬スタッフのことの150人以内。 U-40 は39人以下で、挨拶、全工場、全準備などを含めて4分30秒以内で、披露する演舞曲の目安は4分以内。形式は、ステージ形式、パレード形式の2つの形式に分けられる。ステージ形式は限られたスペースで踊り、パレード形式は道路を利用して100メートル前進して、踊り、パレード形式は進まず踊る。 パレード形式には各チームの音響設備を積んだ地方車が登場する。地方車をレンタルするチームがいたり、自作で地方車を持ってくるチームもいる。毎年6月上旬の5日間で開催され、必ず第2日曜日が最終日になるよう調整されている。初日はオープニングに続いて、初日を希望した札幌市内チームが、大通行園にし8丁目ステージ会場で演舞を、 披露。和踊りソーランもこの日から開催される。二日目はオープニングに続いて二日目を希望した札幌市内チームが大通行園西八丁目会場で演舞を披露。三日目に前年に行われたファイナル、セミファイナル審査で入賞した各チームとジュニア大会で入賞した各チームがソーランナイトに登場する。また、ススキの会場でも演舞が披露される。四日目は引き続き各チームが 市内各会場と、大通公園西八丁目会場に登場し、大通南北パレード会場では一時審査が行われ、審査希望チームが登場し演舞をろ。一番外、丸い前前会場では、U-40 大会の一時審査、大通南北パレード会場で行惚れる、サタデーナイトパレードには、前年に行われた、対象受賞チームと準対象チーム、 全国の祭りで活躍するチーム及び携帯投票で選出された1チームの計13チームが登場。最終日は市内各会場で行われ、1番街、丸い前毎会場で、ジュニア大会の審査、ワクワク、ホリデーホールでは U-40 大会の2次審査、一時審査員荘演部会では各ブロック3位になったチームが、札幌ガーデンパーク会場にて演舞を披露する。 大通公園西八丁目ステージ会場では、ファイナルステージ1部とファイナルステージ2部、ファイナルのステージ審査及び一部受賞チームの演舞披露が行わ、大通南北パレード会場では、北コースにて、ファイナルパレード、パレード審査、南コースでは、お祭りパレードが行われる。以下の賞が与えられる。メイン会場は、大通公園西八丁目会場で、 特設ステージを設けオープニングやセミファイナル、ファイナルが行われ、第2南北パレード会場では一時審査やファイナルパレードが行われている。その他にも札幌市内で多数の会場で行われている。過去に使用された会場、1チームの年間運営費は一般に500万円前後、1人、あたり5から10万円とされている。これには、衣装代、 資金的に潤沢なチームによってはデザイナーへの依頼料や業者への補正依頼費用、メイクアップ依頼料など、作曲、振付などの依頼料、保険代、祭り参加費、練習場所の利用料、車両費用などが含まれていることが多く、この他にも市内各会場間の移動交通費などが必ずとなる。その他、札幌市以外のチームは札幌市までの交通費、遠距離であれば、 滞在宿泊費などが別途必要であり、札幌市内や都市部のチームと比較すると、軍部のチームほど所条件面での地域間隔差が大きなハンディキャップとして存在するが、運営側の組織委員会からの補助はない。チームは、個人負担やバザー収益、共産団体を募っての補助、各種イベントでの踊り披露による、ギャラなどにより運営、参加資金を捻出している。なお、 チーム参加費は体験参加の子供チームの場合は、無料で、スポンサーがついているチームは25万円となっている。参加すると日当がもらえるお祭りが多い中、参加したい人がお金を払うよりは稀だが、高知のよさこい祭りをはじめとしていわゆる、よさこい型の祭りはこの形式である。祭り期間中、道内のテレビ局は特別番組を編成して、よさこいを取り上げる。 一番放送回数、時間ともに長く、毎年北海道内の民放で力を入れているのが、札幌テレビ放送、STV であり、ゲストを招いての生放送や、過去には、同局の生放送が、日本テレビ系列で、全国制放送された。第16回、2007年では瞬間視聴率が20%を、超えた特番もある、ビデオリサーチ調べ、札幌地区、世帯。 リアルタイム。現在も生放送ではないものの、日本テレビ系列の同外局で特別番組をネットすることがある。しかし、平均視聴率自体は、第16回、2007年の13.2%、以降、第17回、2008年の10.8%、第18回、2009年の8.4%と、毎年減少し続けている、ビデオリサーチ調べ。 札幌地区、世帯、リアルタイム、イカ略。このため、共済団体だった、新聞社や放送局の参加が減少していき、2008年には、FM ノースウェーブ、2007年のみ、が、撤退、2009年には、読売新聞北海道支社、FM 北海道、を、r t STV ラジオ、2010年には、北海道放送、HBC と北海道文化放送、 UHB2011 年には北海道テレビ放送 HTB2014 年復帰が最団体から撤退しており2013年現在は北海道新聞社札幌テレビ放送 STV テレビ北海道 TVH の3社のみとなっているさらに最終日のファイナルコンテストは2009年まで北海道テレビ放送 HTB 制作により 北海道テレビ放送での道内放送に加えて、BS 朝日を通じ全国に生中継されていたが、2010年は、テレビ朝日系列が 2010FIFA ワールドカップ中継を設定して、放送枠がなくなったため、テレビ北海道 TVH の制作により、テレビ北海道での道内放送に加えて、BS ジャパン、現、BS t 東を通じ全国放送された。その後、 全国放送も20周年を迎える2011年からは行われなくなった。2012年も NHK 札幌放送局が長年にわたって北海道クローズアップと北スペシャル枠を使って放送してきた北スペシャル拡大版よさこいソーランナイトが放送されないことになったが、これは当日にロンドンオリンピック代表選公開を兼ねた。 第96回日本陸上競技選手権大会初日を全国制放送するための措置でそれ以降 NHK でソーランナイトを中継することはなかった。さらに HTV も一応し、うちでの3日目の4番街会場中継が2016年からは放送されなくなった。現在はテレビを通じて中継放送するのは札幌テレビ放送4日目日中。 2016年は最終日に放送ファイナルステージのダイジェストとテレビ北海道ファイナルステージのみでかつてのように道内の全放送局が一斉に祭りを長時間にわたって中継放送することはなくなっている。その一方でインターネット配信では2013年から2015年までニコニコ生放送でファイナルステージ及びお祭りパレードの公式での 生配信を実施し、2015年は、お祭りパレードに代わりファイナルレードの生配信を行った。2014年と2015年は、ニコニコチャンネルのよさこい騒乱祭りチャンネルで、第2八丁目会場の全日程全演部、ファイナルステージを除くの生配信を実施。同年からは、BS11 デジタルで、サタデーナイトパレードを生中継していたが、2016年以降は、 放送されなくなった。2016年からは、YouTube の STV 公式チャンネルで、第28丁目会場の全日程全演部が生信されているが、2018年は、ファイナルステージのみ配信されない代わりに、Hulu で、ファイナルステージの模様が生配信される。よさこいソーラン祭りのロゴは1992年、第1回から1996年。 第5回までは創始者、長谷川が手書きしたものを元に制作したものが使用されていたが、1997年、第7回から初夏、今や州今、蔡、州によってデザインされた公式ロゴが制作、採用された。この商標権は長谷川が所有しており、これを組織委員会に無償で対応する形が取られてきたが、その後長谷川は衆院選に出馬するなど、 政治活動を展開し始めたことから2010年、平成22年1月、この無償対応が公職選挙法で禁止されている寄付行為に抵触することが指摘された。そこで長谷川側は優勝で対応する契約を結ぶことなどを提案したが、これに対し組織側は、ロゴは公共財として管理されるべきもの。 個人の私有罪であってはならないとの理由で、権利譲渡を求め譲渡金600万円を提示したが、これに対し長谷川側は、譲渡するにしてもこの金額では、適正価格とは言えず、やはり寄付とみなされて、公選法に定触する可能性があるため有償対応にしたいと回答し、交渉は決裂。よさこい相談祭り組織への無償対応は中止され、二0 1年の第十九回では、 暫定的に1996年まで使用された旧ロゴが採用された。翌年2011年に第20回大会を記念し、ロゴマークのリニューアルが決定する。市民参加型という祭りの観点からデザインの一般公募が実施され、海外参加を含む1336点の中から、札幌市在住のクリエイティブディレクター、今井騎のイラストが採用。 ソーラン節を象徴するモチーフとして、カモメ、そして家族をイメージしたキャラクターが新しい考ロゴマークとされ現在に至る。公式ロボと商標権をめぐる長谷川との圧力が表面化したことや、長谷川が2010年に参院選に当選し、政界に進出したことなどを契機に新体制の組織委員会は創始者である長谷川と事実上決別してり、 長谷川が公式ホームページの運営や、ウェブ関連事業を担うために設立した株式会社、よさネットとの契約も打ち切られた。会社自体は、活動を停止し、すでに整理されている。共済企業でもある、北海道新聞2007年6月9日付で、報じた、よさ恋好きそれとも嫌いというアンケート調査によって分かったのが、 よさこい騒乱祭りを敬遠する人が53.6%と過半数に達していたということである。年代別では50代の60.7%と60代以上の75.7%が好きと答える一方で、20代から40代の60%台が嫌いと答え、年代によって祭りに対する評価が大きく分かれる結果となった。自由回答では、好きと答えた人々は、 踊りから伝わる感動、祭りの盛り上がり、衣装と音楽の素晴らしさを評価の理由に挙げたの対し、嫌いと答えた人々は、コンテスト化や商業化、一部参加団体のセミプロ化、騒音や衣装に対する嫌悪感、出場者のマナーの悪さなどの理由が挙げられた。これにより、実行委員会は各チームの代表者にルールを徹底するよう呼びかけた。組織や運営体制の整備。 透明性、商業主義的な運営、さらには創始者の手法について、かつて、ブレーンニュースネットワークが、よさこい騒乱祭り腐敗の厳選と題した12回の連載を組んだ。後に組織委員会が、写真肖像権の侵害を理由に抗議を行い、BNN 側は、この要求を受け入れて、記事を取り下げている。疑問視される祭りの運営方法や、年々高騰する参加費用、 審査の透明性、商業主義への系統、一部チームのセミプロ化など、内外からの批判の中、もともとヨサコイ祭りのナルコ踊りにジャンルを超えた、現代な振付を導入したことで知られ、ヨサコイソーランの振付にも携わり、大きな影響を与えていた振付師で、菅ジャズダンススタジオ主催者、国とモスカ、1953年3月22日から2011年6月1日。 代表者に2000年に立ち上げられたプロジェクト、よさこい日本。現在は独自のパフォーマンス表記として、いざないを用いている絵活動の場を移すなど、よさこいソーランを離れて、独自に活動を展開するグループも出始めた。北海道内でも2001年に、よさこい日本北海道、現、いざない北海道が設立され、よさこいソーランを離れ、趣旨に賛同したチームが参加しており、 2001年からは、砂川市で、地元チーム、砂川恵比寿や、隣接市である、滝川市の、菅ジャズダンススタジオ滝川スタジオを中心に、いざない所属チームや様々な舞踊チームが集結し、ルールや形式にとらわれない、独自の踊りの祭典、座祭が、毎年7月上旬の土、日に開催されている。近年、特に組織委員会が新体制となって、 以降は優和の状況となっており、いざない選抜メンバーが、菅いざない連の名称で、よさこい相乱へ参加したり、よさこい相乱の有力チームが、座祭に客演するなどの相互交流が進んでいる。祭りにおいて、迫力を出すため他のチームの音量よりさらに、大きい音量にしようと上げる傾向にあり、以前よりよさこい相乱祭りの騒音に対して、札幌市民から苦情が、 相次いでいる。これは騒音に関する市の条例はあるが、よさこい騒乱等のイベントについては適用外となるため、条例で定められた音量以上の騒音が発生していることが原因である。このような状況を受け、よさこい騒乱祭り組織委員会は、騒音対策のため、各チームのスピーカーの音量管理に取り組んでいる。2000年6月10日、 大通公園内の臨時ゴミを牙に捨てられた紙袋に何十本もの釘が仕込まれた爆発物が仕掛けられており、その爆発物の爆破によりゴミ拾いをしていた実行委員会の学生スタ一人が釘が心臓のすぐ近くに刺さる重体となり、9人が軽傷を負った。この影響でファイナルコンテストが中止されたため、この回だけよさこい騒乱対象がない。 インターネットの掲示板に事件を予告する書き込みがあったが犯人はまだ逮捕されていない。大通公演で開催される催し物の警備はこの事件をきっかけに強化された。第十七回よさこい騒乱祭りの会場爆破を予告するハガキが STB ラジオに七通送付されたことが明らかになっている。いずれも祭りが中止されなければ会場に 次元爆弾を仕掛けることを予告していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。